茨城県道68号美保坂江線、龍ヶ崎市、板橋町茨城県道、千葉県道68号美保坂江線は、茨城県稲敷郡美保村から、千葉県因馬郡坂町に至る県道である。茨城県稲敷郡美保村を起点として南下し、牛久市正直町河内町を経由して、若草大橋を通り、千葉県因馬郡坂町までを結ぶ延長 27km の、 主要地報道である。利ネ川を渡る若草大橋は有料区間となっている。茨城県龍ヶ崎市から千葉県印馬郡、栄町までの区間は、県道の西側に並行して、バイパス道路の整備が進められている。若草大橋海通前は千葉、茨城両県の県境で分断されており、東橋が有料道路のため、現在でも旧道も県道指定が残されている。 1994年4月1日、前進に当たる県道木原正直線、県道、高田にただし直線、県道龍ヶ崎栄線を廃止し、道三産路線を統合して、県道河内龍ヶ崎線の一部重複する区間を、加えた新たな主要地報道として、起点を、茨城県稲敷郡美穂村、終点を、千葉県印馬郡栄町とする。 主要地方道を見ほ坂江線として認定される。翌1995年に路線番号68へ変更となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、龍ヶ崎市、八代町北相馬郡利町層に行った関東稲敷郡河内町高谷に龍ヶ崎市、宮口町官及び、龍ヶ崎市町峰町稲敷郡河内町聖板間は、緊急輸送道路として、 機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。三保坂江線バイパス暫定に車線にて供用中。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。福音については、当面は暫定供用16.25メートルとしている。 ありがとうございます。